チュンチュンさんめっちゃ可愛い、ありがとう。こんばんは、今日の公演素敵でした。嬉しい、ありがとう。なんか今日さ、石垣サブレをメンバーに差し入れしたんですよ。みんなすっごい美味しいって喜んでくれて嬉しかった。やっぱあのお菓子はめちゃくちゃ美味しいらしい。まあ美味しいもんな。うまっ。世界一可愛いです、ありがとう。今日も世界で一番可愛かった、ありがとう。髪型可愛い、ありがとう。チャリンこんばんは、こんばんは。なんか今日ツインする予定なかったけどさ、朝の配信でも言ったけど、わあ、立山けんけんさん、くまちゃんタワーありがとうございます。ありがとう立山けんけんさん、ありがとう。あの七夕くまちゃんありがとうございます。織姫くまちゃん、そうツインテールにする予定朝の時点ではなかったけど、そうまあいいかってやったよいしょ。いや今日はねむくんでないんですよ、びっくりするぐらい今日顔すっきり。やちさんめっちゃ可愛い、ありがとう。今日は顔すっきり、なぜかというと針治療をしてきた、今日公演前に。トメさん短冊10個ありがとうございます。チュンチュンさんくす玉ありがとう、今日はお疲れ様でした、ありがとう。楽しかったけど泣き疲れた。また泣いたのでも今回はさやも泣いたからあんま言えないわ、あんま人のこと言えないわ。え、針治療全然痛くなかった、マジで。刺さってんのか刺さってないのかよくわかんないぐらい全然痛くなかった。めちゃくちゃ楽しかったです。いやなんかすごい疲れが溜まってるらしくて結構血出てますねって言ってた。針って気持ちいいの？なんか顔がえぐれる、あれをやるとすごいよ。生誕祭お疲れ様ありがとう。お疲れ様です、お疲れ様です。自分で焼いたパン、うん、これは今日さっき買ってきた。でも明日暇だしパンでも焼こうかな。まあ暇じゃないんだけど家の中でやることはあるんだけど、まあ、家に一日いる日だからパン焼こうかな。おお、お弁当何でした？なんか揚げた鶏肉でした。なんか全然何でかよく分かんなかったけど美味しかったよ。初めてサイリンの生誕行けたけど女性ファン多かった、ね、確かに。でも多分ユーナーさんのファンの人とか多かったよ、女の子。でも私のファンの人でも女性が最近増えて嬉しいね。女性も男性もこうグググッと増えたら嬉しいね。お疲れ様です。ありがとう。こんばんは。
人の涙光ってたよ。まあ思わず泣いちゃいましたよね。思わず泣いちゃいましたよね。オルゴール気づきました？あのスタンドフラワーにプーちゃんと一緒に置いてたやつですか？あれ持って帰ってきたよ。こんばんは。劇場でキャンセル待ちで入れずモニター観覧です。でも見てくれてありがとう、嬉しい。マサトさんめっちゃ可愛い、ありがとう。そう、目あったね。みんな今日サイリンと目合ったかもと思った人みんな目合ってます。私は一人一人たくさん見ました。こんばんは。こんばんは。しげさん生誕祭 VR で見ました。ありがとう。離れていてもやっぱいい曲。もう歌詞がしみるなんてもんじゃないよね、あの曲は。本当にこういうご時世だと特にね、しみるなんてもんじゃございません。よいしょ。これ楽しかった、嬉しい。お疲れ様です、ありがとう。カロリー爆弾を食べています。でも今日食事超軽いからまあいいでしょう。劇場でキラキラ輝く姿を見る幸せでした。やった。座りたいとこ座りたい方を、あのなんだっけ、ビンゴ運。あ、カッポーさんだ。こんばんは。ありがとうございます。良き公演でしたね。ありがとうございます。遠くにいてもで泣きすぎてお友達に心配された。それは心配するて。本音まで応援してたよ。ありがとう。高めのツイン可愛すぎやった。こんばんは。AKB の CM 番組見るの？見るかな。1時半、1時35分でしょ確か。ちょうど見れる。これ終わっ、ショールも終わってお風呂入って見る。録画もするし見る。なんか自分が出演してる番組見るのって不思議な気持ちだな。嬉しい。テレ東は地上波っていうのかな。テレ東は地上波に入んないのかな。なんかその辺の線引きがよくわからん。地上波なんだ。で、地上波に私が映るなんてなかなかないのでドキドキです。地上波が何か分からん。スカパーとか BS とかじゃないやつは地上波なのかな。なんかローカル局は地上波なの？分かんないんだけど、よく分からん。あ、ローカルでも地上波は地上波なのね。OK、理解。だから関東キー局みたいな言うやつは多分
生が思ってる全国区のやつで、普通にローカル局も地上波は地上波なのね。オッケー理解。キャロンさん、くす玉2個もありがとうございます。キャロンさんありがとう。なるほどね、地上波、地上波意味理解講座始まっちゃった。うまい。劇場公演の日は何を食べても太らないので、今日はカロリー爆弾を食べていますが、明日からはまたダイエットメニューだぜベイベー。これは栗かぼちゃのコロッケです。資源電車けんさん、こんばんは。かぼちゃ先生、くす玉ありがとうございます。こんばんは。そう、今日は何食べてもよし。ひろりんさん、短冊10個ありがとうございます。こんばんは。今日も自分も今日のご褒美にオリジン弁当の豚キムチ弁当をダブルで持ち帰りました。オリジン弁当なんて絶対うまいやん。さらに揚げ物食べるのは珍しくない？なんか今日食べたい気分だったんだよね。油が摂取したい気分だった。そう、買っちゃった。だから珍しい、結構珍しいです。てか惣菜買うのが珍しいね。このさ、ご飯を食べている時に飲む麦茶がマジでこの世で一番うまい。キンキンに冷えた麦茶。あぶさすすす。ナイスキャッチ。うまい。生誕祭のケーキは食べたの？まあここだけの話、生誕祭のケーキはあれ本物じゃないからね。食品サンプルだからね。今日は一杯目があった気がすると思い込んでる。いや、目あったでしょ。全然合ってたよ。こんばんは、こんばんは。お手紙家宝にしなきゃね。そう、マジ大事にする。ゆりさんからの お手紙マジ大事にする。なんかゆりさんが手紙を書いてくれたっていう事実が嬉しくって、なんか内容が全然頭に入ってこなかったから、もう一回読み返そうと思います。いや、なんかその時はこういうこと言ってくれてるって理解してたけど、なんか嬉しいが勝っちゃって脳内にその話がとどまってくれなかったんで、もう一回読み返したいと思います。スタートから 200% 全力パフォーマンス圧巻でかっこよかった。世界一かっこよかった。嬉しい、ありがとう。マジで疲れた。そう、いつもよりすごい元気に踊ったなと思った。ちょっとさ、頭痛いからちょっと撮っていいですか？待って、今日撮れない。いつもみたいに撮れない。よし、爆発するぜ髪の毛。よいしょ。
ふう、頭痛すぎ。よいしょ。髪の毛縛るゴムどこやったっけな。劇場のサイリンめちゃくちゃほっそりしててびっくりした。本当？今日痩せてて、昨日なんかご飯あんま食べないだったらめっちゃ痩せた。そう、人間食べないと痩せるね。よいしょ、 OK。 初うちは可愛いって言ってくれたから数十年は生きていきます。よかった、生きていけてよかった。僕らの風が始まる時の赤色一色が綺麗だったね。嬉しい。ツインの後ろ側がギザギザなのなんか好き。そう、なんかそう言ってもらったの覚えてたから、今日メイクさんに、あ、後ろギザギザにしてくださいって言っときました。ちゃんと。こんばんは。サリーの生誕祭行けて幸せでした。わー嬉しい、ありがとう。こんばんは。 AKB 新聞さんもさらに応援させていただきますね。なんかもう皆さんに申し訳ない、ありがたい。こんばんは。美脚、さらに右脚がかっていて綺麗でしたね。足もねちょっと痩せましたね。やっぱご飯食べたら眠くなってきちゃったな。いつものこと。こんばんは。あれ今何言おうとした。あ、そうね、ナナさんが本当に私にさ、エキビ新聞さんの投票してくれてさ、マジで申し訳ないんだけど、申し訳ないありがたいって感じ。もうどう気持ちを伝えたらいいのか本当にね。そう、チュンチュンさん、何このタワー、七夕タワーだこれも多分。ありがとうございます、チュンチュンさん、タワーありがとう。すごい七夕飾りのタワーかな、かわいい、ありがとうございます。こんばんは。あきゆみさん、短冊ありがとう。こんばんは、今夜お疲れ様でした、ありがとう。ねえ嬉しい、ナナさん、ナナさんに投票していただいてしまったからには本当に結果を残してナナさんにマジで感謝を伝えたいな。次明日じゃない、中間発表。もう胃がキリキリするよ。あれ明日だよね、なんか7月7日だった気がする。胃がキリキリする。初見さん、こんばんは。こんばんは。胃がキリキリするよ、胃に穴開きそう。こんばんは、こんばんは。ナナさんのドボンイベント協力してくれ、確かにドボンやろう。じゃあこんばんは、こんばんは。明日七夕ね、明日七夕ですね。こんばんは。今年短冊書いてないけど、こんばんは。いやー、ツインテールを取ったら頭が軽くなった。そして眠くもなってきた。そう、今日さ劇場行くときにさ、劇場の本番前にエネルギー補給しようと思っておにぎりをそう作ったんだけど、家に置いてったよね、冷蔵庫に入れてしっかり置いてったよね。勘弁してほしいよね私。あ、中間発表7月8日か、もう明後日か、明日明後日か、11日まででしょ、だから8、9、
91、中間発表から残り3日で最終結果。うわー、その残り3日でどれくらい票って動くんだろうね。分かんないな。しけんさん、今日公演来ました。自分はユーナファンだけど、ちょっと待って、サイリンファンの方と友達になりました。嬉しい、ありがとうございます。わざわざユーナさんのファンなのにわざわざ私の配信まで来てコメントしてくれるなんてめちゃくちゃいい人ありがとう。こんばんは、こんばんは。なんかそう、今日は結局コンビニでカフェオレを買おうと思ったんだけど、なんか体の調子が良さそうだったからまあいいかと思って飲まなかった。お茶はいっぱい飲んだ。そう、おにぎりくんがね家に待機してた。かわいそうに。そろそろ新大阪着きます。早っ、もう大阪なの？早くない？私さっき家着いたんだけどさっき家着いたんだけど早いね、新幹線早いな。でもなんかパパとかもね、KB新聞さんの年間プレミアム会員になって投票してくれてる。家族総出です家族総出。初の生誕、サリーの生誕連続できた、すごっ。ハッツが私の生誕出たかったなってツイートしてくれてるの嬉しかった。で今日なんか何回もハッツのこと思い出した。そう、何回もハッツのこと思い出した。公演中そう、リンゴね、なんかあのなんていうの、あの私のところに今入ってたんだけど、こう一見ペラペラなのにくるってやるとこう立体に見えるのがすごい。歌声綺麗で好きです、ありがとう。岡田推しの友達も投票登録してくれそうだからお願いしとくね。嬉しい、本当に嬉しい。奈々さんのファンの人は奈々さんに似てみんな優しいからね。そう、ハニカム構造のリンゴちゃん、セッターさん行きたかった、でもオンデマで見てくれたんでしょ、ありがとう。今日の公演マジでさやの仲良しのメンバーしかいなくてすごいめちゃ楽しかった。やばい、最高って感じ。でもなんか本当に誰が仕切りか分かんなくて、誰でもうなずけるメンバーだったからみんな仲良しで、本当に奈々さん、でも奈々さんだとは思わなかったな。そんな奈々さんに仕切ってもらえちゃうなんて、そんなレアな体験していいんですかってずっと思ってた。そう、ありがてえ。まあそんな感じでちょっと今日は早めに終わろうかな。最後今日なんか昨日ね寝たの3時とかだったの、寝れなかったの昨日布団入ってからマジで寝れなくて、そう、えなんかね昨日そのあれだったの、なんだっけ、なんかアンケートみたいなのがあって、新番組のアンケートみたいなのが明日中にやんなきゃいけないのがあって、前それに悩みすぎて布団の中でこう目を閉じながらずっと考えて、あ寝れない寝れないってなって3時になっちゃったのね。でさ朝はさ早起きしたわけだからさ、多分今日寝ないと死ぬからさ、そう今日はちょっと早めに寝れるように早めに終わらせていただきます、すいません。うわヤスさんタワーありがとう。彦星タワーと彦星くまちゃんタワーありがとうございます、嬉しい。彦星と織姫が揃った、いや本当に皆さんありがとうございます。じゃあちょっとランキング見ますね。
13位まさとさんありがとうございます。12位こぶちゃ先生ありがとうございます。11位やっちさんありがとうございます。10位あきゅうみさんありがとうございます。9位ひらりんさんありがとうございます。8位さとちゃんありがとうございます。7位ともちさんありがとうございます。6位とめさんありがとうございます。5位けろんさんありがとうございます。4位しんじさんありがとうございます。3位ネイクさんありがとうございます。2位たてやまけんけんさんありがとうございます。1位はちゅんちゅんさんありがとうございます。ありがとうございました。ちょっともぐもぐ配信になってしまいましたが、タワー全部揃ったね。確かに七夕タワーが3つも立って全部コンプリートしてしまいました。ありがとうございます。大観さん短冊もありがとう。では皆さんまた明日。あ、二の腕の肉がなくなってる。すごい、え、見て、全然ダルンダルンってならない。まあこれは皮だからあれだけど、ほらすごい。あ、いいや、どうでもいいんだけど痩せた。はい、ということで今日はお付き合いいただきましてありがとうございました。生誕祭も本当に本当に、なんとお礼を申し上げたらいいかわからないくらいお礼の気持ちです。本当にありがとう。では本当にありがとう。おやすみ。